3月22日、佳子さまは ICU 国際キリスト教大学を卒業された。佳子さまはご卒業に際し、宮内記者会からの質問に文書でお答えになった。眞子さまの結婚延期についての質問には、私は結婚においては当人の気持ちが重要であると考えています。ですので、姉の一個人としての希望が叶う形になってほしいと思っていますと回答された。眞子さまは今も小室さんとの結婚の意思は変わっていないと言います。すなわち佳子さまは眞子さまと小室さんの結婚に賛成を表明されたと言えます。このご回答により、秋篠宮ご夫妻と眞子さま佳子さま姉妹の深刻な亀裂が表面化してしまったのです。皇室担当記者宮内庁関係者は、この状況を美智子さまも憂慮されているはずだと語る。美智子さまは、陛下がご成婚の日におっしゃった、どのような時にもお立場としての義務は最優先であり、指示はそれに次ぐものというお言葉を60年間大切にされてきました。今回の佳子さまのお言葉をお聞きになられた美智子さまは、立然とされたことでしょう。秋篠宮ご夫妻を通じて苦言を呈すこともお考えのはずです。佳子さまといえば、学習院女子高等科でダンスに熱中され、文化祭への出演が大きな話題に。現在も密かにダンススクールに通われ、昨年の公演ではパワフルなヒップホップダンスを披露されている。また、ICU に入学後はカジュアルなファッションが注目の的になった。そうした奔放なイメージもある佳子さまだが、今回のお言葉には皇族としての自負もにじむ。ご公務については、私が何をやりたいかではなく、依頼をいただいた仕事に一つ一つ丁寧に取り組むというのが基本的な考え方ですと記されています。佳子さまはこれまで典子さまが出席されていた毎年6月の産経児童出版文化賞を引き継がれる予定です。また今年9月にはオーストリアとハンガリーへの訪問も検討されています。初の海外ご公務です。大学院進学や就職のご予定もなく、ご代替わりとなることし、佳子さまはご公務に邁進されることになります。前述、宮内庁関係者結婚については、一個人としての希望を強調される。一方、ご公務は、私が何をやりたいかではなくと、全く対照的な記述。前述の皇室ジャーナリストは言う。宮内記者会からのお相手はいらっしゃいますかとの質問にも、このような事柄に関する質問は今後も含めお答えするつもりはございませんと、きっぱりと回答を拒否されています。眞子さまだけではなくご自身についても自由な結婚をと主張されているのです。一方で佳子さまは皇族としての義務は公務で果たすという決意表明をされたのです。佳子さまはご公務にしっかり取り組む代わりに、趣味のダンスや恋愛、結婚といったプライベートには一切干渉しないでほしいというお考えなのでしょう。ただこのような割り切った姿勢も美智子さまのお気持ちとは一線を画すものなのだという。天皇陛下は以前与えられた公務を真摯に果たしていく中から新たに生まれてくる公務もあると発言されています。両陛下でかつての戦地を巡られた異例の旅も、お二人の強い希望がなければ実現しなかったものでした。美智子さまは佳子さまにもご自身なりの問題意識を持ってご公務に取り組まれることを望まれていたはずです。それにもかかわらず、主体性が感じられない回答をされた佳子さまに、美智子さまは肩を落とされたはずです。前出、皇室ジャーナリスト5代替わりまで1ヶ月余り、美智子さまは新たな不安を募らせることになってしまった。